さましです。ということでですね、私ちょっと最近ですね、これまでガルパイいくら課金したのかっていうのを調べることがありまして、調べたらですね、今大体このアカウント約600万課金してるみたいですね。はい、というわけで今回はですね、そんな約600万円の課金したアカウントがどんな感じかっていうのをちょっとね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。まあね、課金した理由はね、もうほぼガチャですね。ガチャにしか多分課金してないんじゃないかっていうぐらい、それぐらい多分ガチャに課金してるんですけど、一応ね、星3以下のメンバーに関して言うともう全部コンプしてますね。期間限定メンバーも含めて星3以下、まあ星2星1もそうですけれども、全員コンプして、あ、一つあった、いやごめんなさい、一人だけコンプしないメンバーがいるわ。最初期のイベント上位報酬の富山かすみちゃん、多分あれはもう一生復刻することないと思うので、あのかすみちゃんだけは持ってないんですけど、それ以外のメンバーはね全員持ってます。で、今星5メンバーが実装されてから、まあそんなに使うことはなくなったんですけど、この辺の星3メンバーとかは。ただね、星4時代とかはね、結構メドレーが始まったばかりの頃とかは意外とね、やっぱりこの辺のね星3メンバー使ってたんで、今後もね、迷子とかはまだねずっと使われていくでしょうね。で、まあちょっと星組を見ていきましょうか。星組メンバーはそういうイベント上位報酬っていうのがないので、一応これは全員コンプリートしてるんですけども、実はね最近までね星組メンバーもコンプしてなかったんですよ。というのもやっぱり配布メンバーっていうのがあって、僕がガルパ始めたのが1周年のちょっと前ぐらいだったので、それ以降に配布されたメンバーとかがゲットできなくて、ちょうどこの辺とかのね、その人気投票というか総選挙とか、あとはローソンコラボとか、その辺のやつが、まあ、ゲットできなかったので、これがちょっとコンプできなかったんですけど、一応、ミシェルシールで交換できるようになったので、この辺がねもうゲットできるようになったんで、まあ、一応星2メンバーはコンプです。さあ、ではちょっと星4メンバーを見ていきましょうか。まあ星4メンバーはね、ここ最近の2023年から実装された星4メンバーとかは意外とね持ってないんですけど、まあでもね、どこが一番しんどかったかって言ったらね、まあ俺はあんまり経験してないから何とも言えないんですけど、最初期のね星4の提供割合が 1.5% しかなかった時代と、あと2周年まではね青天井だったんですよ。300年とかそういう天井システムがない時代だったんで、そこまでのメンバーがしんどかったっすよね。まあだからこの辺の時代のメンバーたちですよね。この辺はあんまりいい思い出ないな。まあ楽しい思い出もあるけど、いい思い出もあんまりないみたいなメンバーたちばっかりですよね。コラボはね割とスッと来てくれたんで嬉しかったですけど、でようやくモルフォインカが実装されて、ちょっとユキナさんは触れたくないんでね触れませんけど、いやー懐かしいっすね。この辺とかアコちゃんとか天井行きましたね。覚えてますね。で、あ、誕生日限定がある、すいません。誕生日限定も一部のキャラクターは引いてるんですけど、ほぼ引いてないんで、誕生日キャラを除いたらまあほとんど星を持ってるって感じですね。で、この辺からね5周年からスターシールが実装されて、1年前までの工場の保証はもう交換できるようになったから、そこからねうんと、まあ、保証が集めやすくなっちゃって、そこからね工場のね保証ガチャあんまり引かなくなっちゃったんですよ。だからこの辺とか結構持ってなくて、で卒業式の限定のやつね、ここら辺も、まあ、100連100連ぐらいしか引いてないから、実はあやちゃんとかまやちゃん持ってなくて、2人だけまだちょっと卒業式迎えれてないんですよ。そうだから、まあいつかちょっとまた復刻したらね、まあ、ゲットしたいなとは思ってるんですけど、まあでもねやっぱりね、これだけ星4メンバーがいたらですね、やっぱり編成がすごい楽です。イベントとかで、特に今混合イベントとかそうですけれども、いろんなねバンドのイベントが来ても、まあ、基本どのイベントでも全員星4メンバーで編成できちゃうっていうところ、まあ、そこはやっぱりもうここだから4年ぐらいはもうずっとガルパを始めてね、4年ぐらいは、ガルパのイベントの編成で困ってたことはないですね。まあ最近で言うとようやく迷子でちょっとね編成どうしようかって悩むぐらいで、それ以外のもうね7バンドに関して言うともうほぼ困ることはないですね。そして星5メンバーですね。まあもともとキラフェス限定って最初期は星4メンバーだったので、まあそこから星5に昇格した組が上にいますけれども、基本的にはね、まあ工場ガチャあんまり引いてないんですよ。そう、まあちょっとは引いてますけど、毎回ねドリフェスとキラフェスで200連ぐらい引いてたら、まあご覧のようにある程度の星5メンバーは手に入りましたね。まあ星5が実装されたばかりっていうところもあるので、まあ割と手に入りやすいっていうのもあったとは思うんですけど、結構星5メンバーはあると思いますね。まあもちろんコラボ限定とかがあってね、まあそれ以外にももちろんフェス以外にも引いてますけれども、ただまあ結構星5メンバーを持ってる方じゃないかなとは思いますね。でホロライブコラボだけ、まあ、パート1からパート3で合計で150連ぐらい今引いてますけど、ちょっと縁がなくて未だに0人っていうような形になってますね。じゃあちょっと称号とかも見ていきましょうか。称号なんですけどね、やっぱりこれだけねガチャを引いていろんなキャラクターを持ってたら、やっぱりねキャラクター称号ですよね。
まあ、そのなぎなぎちゃんのメンバーを何人持ってるとか、なぎなぎちゃんのメンバーのエピソードを何回見るみたいなのがあったりしたらもらえる称号があるんですけど、やっぱりねこれだけのねメンバーがいると、そのキャラクター称号はめちゃめちゃあります。まあほぼ持ってるっていうぐらいキャラクター称号はかなり豊富じゃないかなと思いますね。まあ迷子だけちょっとあんまり持ってませんけど、まあなので基本的に自分はまあ鶴巻心のねお気に入りの称号だけしかセットしてませんけど、ただまあ他にもいろんな組み合わせができるっていうのは、まあちょっとそのキャラクター称号の組み合わせがいろいろできるっていうのは自分の中ではまあ強みかなとは思いますね。あとはイベント関係なんですけれども、実はね自分ねあんまりまあもともと称号にそんなに興味がないっていうのと、まあ、どうしてもイベランとかになってくると時間とか、まあ、仕事とか編集の都合であんまりできないので、お恥ずかしながら結構会の方に、まあ、いるんですけれども、ただですね、どっか多分そろそろだったか、ありますね。すいません。メンバーがね、やっぱりたくさんいるから、無駄にスコランは強いんですよ。特に今後のスコランとかになると、僕すごい多分当時そんなに実力なくても結構トップ100に入れてて、そうなんですよ。そこだけ無駄に強いんですけど、あとはまあでもイベランね、多分この時代に多分トップ100に、そうですね、ハロハピ夏休みっていうのがあって、そこで初めて100ランしたんですけど、まあ結構、お金使いましたね。やっぱりトップ100入ろうと思っても、イベラン用のスターで、4万分ぐらい、多分4万分ぐらい多分使ったんで、やっぱ結構、そう、唯一イベランで、まあ、お金を使ったというか、それがまあハロハピの、このイベントと、あとはハロハピ3章の時ですね、まあ、どっちも多分3万から4万ぐらい使ってイベランしたんで、そこが結構お金使いましたね。だからこの年結構イベランしてる、ちょうどここですね、ハロハピ3章もありますけど、ちょうどこの年は本当にイベランのためだけに、大体8万ぐらい多分使ってたんじゃないかなと思いますね。で、まあ相変わらずスコランにはなぜかトップ100には入れるっていうね、まあ、この辺とかもそうですけど、やっぱりね、あとメドレーも始まって、メドレーもね強いんですよ。やっぱりメンバーがたくさんあるんで、メドレーライブと混合のスコランは本当に、まあ、自分で言うのもあれですけど、まあまあ強いんで、結構安定してずっとトップ100に入ってると思うんですよね。はい、まあこの辺だから、まあ、結構ずっとトップ100以内の常連にはいたんじゃないかなと思いますね。で、まあ、その後なんですよね、6周年以降なんですけど、凸機能が実装されて、単純にメンバーがいるだけじゃトップ100には入れなくて、ある程度凸らないともうトップ100に入れなくなっちゃったので、まあ、そうなってくるとちょっとなかなかトップ100に入るのも難しくなってきたんですけど、その代わりもうちょっとなんかイベラン称号というか、そのイベント称号が細分化されたので、まあ、こんな感じでトップ400とか500とか、まあ、そういうところにはちょこちょこ入れるようにはなったのかなとは思いますね。はい、なんでまあこんな感じでまあちょこちょこ、まあ、称号はある程度もらえるようにはなったのかなと思います。最後はアイテムですね。かけら関係はねこの前ノリで全部売ったんで今あんまりないんですけど、まあ、マスターキューブですね、課金関係するとしたらね、まあ、今7万2000個あるんですけど、これね6周年始まったばかりの頃は多分倍ぐらいあったんですよ。ただ星をどんどん嫁っちゃったら、まあ、ちょっと今この個数になりましたけど、それともまだちょっと余裕がある状態ですね。で EX マスターキューブは本当はねもっとあったんですけど、これがねやっぱりねメンバーがたくさんいるとその分そのメンバーに使っちゃうんであんまり貯めれないんですよ。ただまあガチャ引いてるから、まあ一応8個はありますけど、まあ、一応これは取ってます。でライブブーストで、このライブブーストも確かね優勝ガチャでもらえるライブブーストもあったと思うんですけど、まあリアルライブとか開催記念とか、あとコラボ開催記念でいろいろもらえるアイテムがあるんですが、これも本当はもうちょっとあったんですが、まあ何個かイベランとかで使ったりして、あとはまあ一応全部は使い切らずに1個記念でこういう形で取ってあります。あとはチケットですね。実はねこのチケットが結構、まあ、他の人に比べたら俺少ないんじゃないかなと思って、というのもですね、やっぱりガチャをたくさん引いてメンバーがたくさんいる分、そのキャラクターを育成しないといけないからチケットめっちゃ使います。はい、だからほぼないです。なので最近はね控室のメンバーとかも、スキル練習に使っています。ということで今回は簡単にねアカウント紹介してきましたが、皆さん課金は計画的に。